監督不在というクラブとしても前代未聞の状態で始まった今年のキャンプ。しかし総括で監督の代わりに指揮を取るサコイヘッドコーチから出た言葉には、目指すべきチームへと確実に成長している自信が見えた。監督を含め目指しているべきものに関しては、選手スタッフとも最大限チャレンジしたっていうと思います。でそれが実際に目に見えて日に日に良くなっているのも実感あるし、選手自身もそれは実感としてあると思います。今シーズンよりゴールに近い前線からボールを奪いに行き、素早くボールをつないで得点を目指すというアグレッシブなサッカーに挑戦しているサンフレッチェ。チャレンジしている分、うまくいってる時とうまくいってない時、もちろんありますし、ただね、みんなでチャレンジができているということは非常に重要なことで、今はそういう段階、そういう時間だと思いますし、まあ、それをね、また開幕までもう少しあるので、じゃあどういう時にそれを出していくのか、そうじゃない時を作っていくのか、そういった部分の整理がこれから大事かなと考えています。昨シーズン11位と不本意な結果に終わった。その要因として考えられるのが得点数。44点という結果は1位の川崎と比べ倍近く離された。今年はその壁を打ち破るべく新たな挑戦へと舵を切る。魅力あるサッカーっていうのは、また来たいなって思ってもらえるようなサッカーっていうのを開幕から展開できれば、皆さんの生活のエネルギーにもなると思うので、そこを意識しながらやっていければなと思います。戦いの中で軸になるのが攻守の切り替え。ボランチのポジションを任される2人には、嫌が応でも期待感は高まる。自分たちが目指しているところにはまだ遠いと思いますけど、でも自分たちがこう前に進むために新しいことにチャレンジするっていうのは欠かせないですし、ここで後ろに戻らないためにもしっかり全員で一致統一して、もっともっとこの高め合っていけるようにしていかなきゃいけないなと思います。監督いないからダメだったでね、厳しいと思うし、いないからこそ、ね、成長できるチャンスだと思ってますので、そういう自分のまさに、ね、持ち味にマッチしていると思うので、よりそういうゴールに絡んでいくプレー、もちろんアシストもそうですけど、ゴールっていうね、数字にも、ね、こだわって、やっていきたいと思います。紫の選手たちがどんな戦いを見せてくれるのか。今週末の開幕戦から新生サンフレッチェの1年が始まる。ここまで約1ヶ月でいい準備が、なんとチームと全員でいい準備ができたと思っています。開幕に向けてしっかり残り1週間整えて、開幕ではしっかりぶち厚な試合をしたいと思います。ぜひ皆さん応援の方よろしくお願いします。